はい、皆さん、毎度毎度。はい、カットの仕方ね。カットの仕方ってあんのかよ、みたいにね。カットの仕方、もう適当に切りゃいいんだけどね。うん。条件反射で切るのはやめましょう。条件反射。条件反射で切る。こうやって、はい、条件反射でただ切ってるだけ。小脳だけだね、使ってんだね。うん。ただ小脳だけで、もう喋りながら、大脳は止まってね、はい、小脳だけで切ってるとこういう風になっちゃうね。ね。はい、何やってんのおっさんって、これただ単に切ってるだけ何も考えてない、条件反射で切ってるような感じ。ただ髪の毛持ったから切っただけ。ただ髪の毛持って、はい、出っ張ってから切っただけ。条件反射のカットね。ではなくて、やっぱりハサミのね、刃先に神経を集中してね。まあ、ちょっとこれ切りにくい髪の毛だね、これ染めてるから硬い、ガリガリしてるね。一本ずつ感じながら切るっつのね。わ、なんか違い全然違うよね。これ早く切ったからって、手を早く動かしたからってカットって早く終わんないよね。自分の経験だと、もうただ単に早く動かしてだって粗切りしてるだけでさ、仕事が進んでるわけじゃないんだよね。もう一回切り直さなきゃなんないからね。まあおばさんカットになるとね、やっぱりこうやってね、ちょっとずつ調整しながら、ちょっと重いなっつうのね。えね、まあこういうふうにね、条件反射で切ると、もうと条件反射で切るとこうなっちゃうね。この違いね、心がこもってない。条件反射だと心がこもってない。もう見ててわかるよね。どんなカットでもね、まあ、条件反射、チョップカットでもそうね。チョップカットでも条件反射でやってるとね、もうこうだよね。あ、もうね、かっ、見て、見た目かっこいいっていうのは条件反射だよね。そうじゃなくて、狙ってやるね。ね、見える？見えない？はい。ね、狙ってやるね。条件反射で切るのはやめましょう。運動神経だけで仕事すんのはやめましょう。カットね。はい、皆さん、毎度毎度。条件反射できるね。まあ大脳が止まってんだよね。で、なんで大脳が止まってんのって言ったら、何を作っていいかわからないと、いや分かってるつもりだけど、なんとなく切ってるから、なんとなく短くすれば OK だから、大脳使わないで小脳だけで切ってんじゃないかな。自分もそうだったかもしれない、若い頃ね。まあ、考えてみれば2センチ切ってって言われたら、全体に2センチ切ってるだけ。どん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 敵はよく、まあ2センチ切って終わり。そうすると大脳使ってないんだよね。まあ大脳作って何を作りたいかって、まあ短くしてるだけだけど、もっとその先にあるね、ボリューム感とかね、わずかな違いをね、感じてないと、小脳だけでね、大脳が動いてないね。右脳も左脳も止まってるかもしれないね。それこそ午後の昼下がりね、眠たい時間ね、ただぼーっとして切ってんのと一緒だけど手際いい仕事ね、小脳だけでね、条件反射でパパパッと切るとね、見てる人はね、まあ美容師、お客さんはどう見えるか分かんないけど、まあ、講習会でそれをやるとね、見てる方はね、当然何か考えて動きで切ってんだろうと思うから、すげえと思うかもしんないけど、実際何も考えてねえだろうな、切ってる人は。ただ単に演出してるだけだと思うよ。カットっつうのは、まあ、切ってるだけで、仕上がりっていうのは短くなるだけで、わからないってわかんないよね。昔アップの講習会、40年ぐらい前の話だけどね、行った時、大先生がね、本当のベテラン先生がね、アップする、逆毛立てて、夜会巻きとか言ってね、1回2回溶かしてパッとやってひねってね、で、ツヤがすごいんだよ。パッと一発でツヤよく夜会になってんだよね。で、それ、やるとね、観客の方がわーってね、うおーってね、動く、どよめくんだよ。でカットの時もそういうすごい手際よくね、誰も真似できない高速カットパパパパッとやったら、やっぱりうおーってか、なんかどよめくと思うんだよね。すげーとか言ってね。それ本人はただ単に高速カットだけ神経集中して切って、デザイン的なものはその先何切りていいのか、だけど観客がどよめくからそれでいいんだと勘違いして、
ヒートアップしていくっていうのさらになんか違う方向に走ってしまう。だからそういうのをね、若い特に男性美容師さんなんかが見るとね、まあ自分もそうだったけどね、あすげえなってんであれ真似したくなるんで、それ悪いことを、うん、で若いとさ何作っていいのかさ微妙な違いってのは分かんないから、5ミリも3ミリも一緒っつうの。だからわけわかんねえから早い動きすりゃなんかベテラン先生の真似ができるみたいに。で若いと運動神経がいいからね、すぐ真似できんのよ。なんかそういうの思い出すね。だから条件反射でのカットはやめましょうね。はい、お疲れ様でした。